監督時代の話聞きたよ、お前の。やりたいと思ったことは一回もないんですよ。うんこ巻いてこいって本当にうまくいくやつがいるわけ。ジャイアンツ時代、サヨナラホームラン、はい、涙して一周してきた。なんでないの？あれは正直言うと、打っても次の日出れないとか、チーム勝ててないんですよ。簡単に落合さんが打って勝ってる試合何試合もあるんですよ。どれくらいですよ、3億もらってる人が打っていないのとか、勝てねえだろみたいな思ってないんですよ。まだ3000万ぐらいだから、俺らが打ったろや、3000万でもこれらみたいな思ってて、打ってよし、明日も出れんだ、明日も出れんだろ、次の日ったスタメンじゃない。で、毎日高橋さんが飲み連れてくるんです、俺が愚痴るから。で、師匠もうすぐ朝早いから帰りますよって言って、いや、明日お前スタメンじゃないって言うわけですもんね。飲んじゃなみたいな。その時は高橋さんバッティングコーチです。あ、バッティングコーチ、うん、で、ライオンズって絶対コーチと選手が飯食うことがないんですよ。禁止協定でね、禁止なの。それも中川さんとか親しみやすくて結構飲み連れてもらって、打って勝ってんのになんで打てる俺を使わないのって。まあ打てないで負けてんじゃねえんだみたいな。出してください言うもんね。まあ3球団か、やっぱ巨人がいい。好きっていうか、ぶっちぎってますよね、待遇というか。こう、どういう待遇です。扱いが周りも違うじゃないですか、巨人の選手っていうのと、ホテルの対応もやっぱ違うと思うんですよね。西武は仲なんか悪くてもいいから優勝するんだって、シーズン勝つのは当たり前だと、巨人出てこいみたいな気でみんないるわけですよ。球団の代表もその当時の酒井さんも、我々にする訓示も2位と6位は一緒だと、1位が我々はないと言われるわけですよ。巨人は優勝目指すのは一緒じゃん、仲悪くなってまでやるなら頑張ろうって言って仲良く優勝しない方がいいよねみたいなのは感じましたね。全然違うよ。で、褒めてくれるジャイアンツは。西武なんか一番上がったって挨拶もしてくれないですからね。おはようございます、経歴出して初めヒット打っておはようございます、おはようと石毛さんぐらいからおーってやってくれたら、厳しかったよ、ライオンズ。巨人は。デーブ、今日さ、ご飯行くみたいな。優しいの。堀監督なんか厳しかったから、ジャイアンツは球団の飯食わなくてもいいんですよ。ライオンズは必ず若手は、必ず秋山さんクラスでも飯顔出してから、食ったふりして出かけるわけですよ。その時に、俺、飯食い行くんだけど、1年目の飯をちょっと食べてたら、めったに口聞いてくんない堀監督が、また食っとんかって言うわけ。どこはみたいな。もうわけ、おかわりみたいな。なんか飯行くの意地になっちゃって。それがもう7年やったわけじゃないですか。巨人行って、まず最初宮本さんが飯誘ってくれたんですよ。で、ご飯行かない、いや、ちょっとすいません。俺実は不明かと思ったんですよ。これで行ったら調子乗ってって呼ばれる。行ったらダメだと思って。お願いします、つって。見られてんのかなと思ったよね。そう。吉村さんが、おー、デーブお前何するんだと。飯行こう、第二弾来たよ。地雷が立ってきちゃったぞ、お前、不明また。そんな疑ってたの、8時半ぐらいになったら、6時ぐらいから飯じゃないですか、移動日なんか、ホテルの飯、誰もいないの見やがらって、行ったら、藤田監督が全員いるんですよ、しのじ飯食って、蜂の方行って、俺は食わないですよ、体調管理してますよ、アピールしようと思って、トップで食ってたら、なんか人影、誰か来た来た来たと思ったら、これ、その、藤田監督が、来た来た来たと思って、なんて言われるんだろう、森さんも巨人の帯じゃないですか、食っちゃってみようと思ったら、あれ、デーブ、ステーキは食べないのか。いいですよ、嫌いなのか、いや、全然好きです。18時から、シェフ、ステーキ2枚持ってきてやってくれ、加減どうすんだって、知らないから、ミディアムレアとか、その頃、いや、普通でっつって、ほんで、本当に2枚来たんですよ。で、それで監督がいろいろ、お前、今日練習頑張ってたなって、たまたまアメリカンノックがあったんですよ、その日。そんなの、西武からしたら、もう、クールダウンで卵は1周だから、8キロ40分以内とか、それから見ると、アメリカンノックが10本なんでもないじゃないですか。今日はね、よくアメリカンノック出したかな、みんなうちは太ってね、いっぱいな、体だろう、吉村だろう、いや、そんな太ってないんだよなって、肉が来るまで喋ってくれて、俺の7年分の監督との会話を全然超えるわけですよ。いっぱい食べろ、本当今日は6年しやったって、俺、号泣しながらステーキ食って、この人、大事にいるの、俺、絶対死んでもやってるみたいな。前日俺東大連携とかサインプレーファーストで入ってたのに、次の日代打行けって言われて代打で行ってフライアウトですよ。でまあこれで代打1回で終わりじゃないですか、もちろん。キャッチャー行くぞって言って、えキャッチャーみたいな。斎藤さんとサインの話も全くちゃんとしてなくて、その道具から出て思ったんですよ。で進化投げてくれって言ったら、そう投げてくれなくて、そう投げてくれ、かしこマウンド行って、斎藤さんはこれからも何百試合も投げるだろうから、俺にとって最後の試合かも分かんないから、ブルッと打たれるのもブルッと打たれるのも一緒だと思うんで、ビンビン来てもらえません、面白いこと言うな。で俺もう首振らないから、お前の言う通りやるよって言って、パンパンインコース出してたら、後で聞いたら進化を今まで右に1回も放ったことないんだって、そういうことがあったの、その試合。でもさ、金の面でどうだ。それは勝てないですよ、巨人には。その当時はお前一番びっくりしたのは賞金、シーズン途中に2000万もらいましたし、読売から特別ボーナス、最高経営会から2000万、うわなんで分かんないですよ、
藤田監督が俺1150万の年俸だったから、一軍最低にも満たないわけじゃないですか、記者からの噂だと言ったのが最高経営会で、今からボーナスを出そうってなっちゃって、ボーナスが出たんですよ。嫌じゃない、確かに月2万円の小遣いだったんで、賞金だけでもすごいからびっくりですよ。だから俺言ったのが球団なんとかです、今日2000万を売り込みしますんで、新聞とかご覧になりましたか、いや見ましたけど、お言葉ながらすごく楽しくやらせてもらってるんで、そのボーナスよりこの2000万を年俸を上げてもらうだけで十分ですって言ったんですよ。それとこれ別なんで、いやいやぜひそれでお願いしますって言ったけど、もう売り込みますって1600万入ってきて、すごいっすね。月2万円の小遣いのやつがそれなんですよ。勝ちゲームに賞金ってついてんの、今わかんないよ、球団運営が一緒に月いくらとか出てるチームによってあるはずなんですよ。裏金じゃないから、ちゃんとこのサインするやつだから、球団が100万、日程が150万ですから一緒に月250万。すごいすごいっすね。キャッチャーはその頃、俺の覚えてるのって完封さすと4リードかなんかついて5万ついたはずなの。3万だ、5万つくわ、自分が4タコでも勝てばで、7回ぐらいになって 5-0 とかになると斎藤さんピンピン抜き出すから、また頼みに行って、斎藤さん完封賞とかいらないでしょうけど、これ5万円の小遣いめっちゃ出ないですよ、お願いしますとかって思ったよ。真剣に乗ってくるベタン完封するんで、すごい、それもすごいっすね。さよならホームラン打った時、打った時なんかは1試合チームのやつだけで20万ぐらいつくんだよ、一生で。でさ、俺金がなかったから、トレード行った時ジャイアンツ自分のスーツなんですよ。ライオンズは球団が作ってくれるの、球団のスーツしかないから、巨人行った時レオのマークをボタンを変えてきて行ったんですよ。でスーツ作ろうって言ったけど、やっぱ体ができるからっつって2着でも12万取られて、カラッカラになって行ったんですよ、ね、金がなくて。そんなカツカツだったんですか。そうだよ、日本の選手やっぱりそんな。しかもうちのおふくろが契約金4000万は俺全部やってんのに、2年目のオフに平本の電話があって、町の保有地抽選当たっちゃったから帰って、土地なんかいんねえ俺って、はい、カチッ契約金アップやって、契約金で買ったりアップやつだろ、いつまであると思うな、親と金つんだなって言われていつまでお前寄せなくなるのかこのって言って、そのローンを組んできつくなったの、月20万払って。そうですか。壁抜群なんだ、すげえ浅い、55が結構いい、そう400何ジャイアンツ行った年にプロ野球ニュースってやっぱ憧れの番組だったじゃないですか、うんうん、ドームでバーン暗い上がって見えないですよ、多分ないないと思ったら、見えた時にはこの辺だったんですよ、ドーンひっくり返ったんです。それで奥、チンプレー、ホープレーの100万円ですよ、チンプレー賞。巨人って美味しいセーブなんですけど、こっちに引っ叩かれて終わるプレーが100万円になるんだみたいな。でもさ、巨人に行ってなかったら今の自分があると思う。ないですないです、諦めたら全部俺は失敗だと思ってるの。人に叩かれるとかさ、2チャンネルつの、はい、ツイッター、まあ、常連が言ってくれるんだけど、はい、そんなに俺好きなんだ、ツイッターってわざわざ俺はできないやつ押してまで俺の悪口言うんだから、もう気になって気になってしょうがないんだよ。俺はどんだけ好かれてるって思っちゃう人なの。意識してるというか、そう、お前のためだけにやってんじゃねえんだよ、まず俺のためにやってんだよ。俺はそういう考えですよ。もう今もそう、自分のためにやってる、否定豊かちゃんのためにやってるだけなの。視聴者なんか気にしてないの、見たいなら見ろよって話じゃん。だから YouTube って面白いんですよ。やりっぱなしだから、あの連中。野球ブーツはやめろ。ブーブーって。警察に直接かけられるんだけど、野球ブーツはやめろ。俺のこと知ってます。ショーです。みたいなやってるやつがいるんですよ。入れずに入れて。面白いもん、いろんないんだ。いや、俺 YouTube 大好きなのよ。あのさ、職質でさ、逃げるわざとこう、そういうやつがいるんだ。任意でしょみたいな。で、俺、レコスケにもう、おい、ちょっと俺に食事かけてくれって、俺、味の素持ってんの、いつもつけてるの、味が足んないと、これ、どの店でも見れるんだけど、おい、レコスケ、これ、シャブだぞっつって、でも、忙しいのに、勝手しなさいよ、勝手してくれよ、で、行く人も、いや、それ、神戸空港で、上に上島コーヒーなんだよ、あそこ上島コーヒー買って、持ったまま、金庫、ほんとこう、通ろうとしたら、これどうするのっつったら、そのままお取りくださいって、あ、いいんだと思って、で、置いて、2人に音が鳴らず、荷物を、これ、何ですかって言うから、シャブだよって。冗談で言ってます。そしたら、ファン検査員がセキュリティ以外ってお前り呼びやがって、お前り呼べよ、いや待ってください、俺は甲子園球場初めて行った時にみんなでおー久保、おー久保ってやるから、甲子園のアルプスタンド一塁側とライトスタンドが原さん手挙げてやれって言うから、手挙げた瞬間これはまた調子乗んなって1万人ぐらいに言われてるんですよそのぐらいの前らを人を豚扱いして言ってんのに、こんなのが通じねえのか関西人こらって俺は思ってセキュリティとか、お前さ、呼べ呼べ、何でも呼べ、こらみたいな、また喧嘩したの。そうそう、で、お前たち、どうしたの、覚醒剤、ああ、調べろ、こら調べろ、こらって、わかった、荷物を、いや、それはいいです、今、検査通ったの、うせぇなの座り込んで、全部荷物出しちゃった、こら、お前、名前なってんだ、こら、女なんかできないと、いますとか言われちゃって、てめえ見てるやつが女なんか返すなのって、ガタグリ見てたんです。暇だからちょうどよかったです。いや、ダメですよ、結論はね。だけど、セキュリティーなんつって、いきなりてめえ、こんなやつだよ、てめえら関西人はなって、そこでこう、甲子園の話もしてやったんですよ。そういうタイプ。自由でわがまま。切れる。
前もあって薬局の社長が来て、その連れがいて、俺より絶対年上だと思った。年切ったら年下だったんですよ。野球の話聞かせて、バッティングなんだけどさ、みたいな。加えたとこしながら、息子に教えないんだけど、インクスクがいいって言って。俺、舐めてんじゃねえぞ、これ。クソ親父、これ。お前さっき年下っつったな、こら。でも俺は敬語使ったんじゃねえんか。そうやってね、ほんなら加えたばこで、まがいなりでも一軍バッターやった人間にね、バッティングで加えたばこどういうことだ、この野郎って。メモ取りながら聞け、このタコつけて。シラフで来いじゃん。子供にそれを教えんのがね、間違ったことてめえ酔っ払って加えたばこそれの教えたやんのやろ、この野郎って。二度と来んじゃねえ、てめえなんかこの野郎って。返しろ。金払って帰れてめえ。あ、金は払う。そうだ。寝ないでみんなで働いてさ、作って、このタレ一個全部仕込むんだから、その作業やってんだから、食ったらもう払え。でも急変するから、あっけに取られるだろ、客。そうだ、そうだ、申し訳ありませんって。俺がかっこいいと思ってるのは、年下の、あ、そうですか、そうですか、そうですか。やってる方がかっこよく見えるじゃないですか。渡里哲也さんの最初飲んだ時に、めちゃめちゃかっこよくするって言うと、今日はありがとうございます。くーみたいな。これでしょ男はみたいな。俺の時でいつもチンピラだから、おこれお前名前のつのこらみたいな。俺チンピラみたいに思ってんだけど、ちょっとギレるよね。なんだったこら。